こんにちは、株式会社カプコンの、匠秀です。今作レイトン教授 VS 逆転裁判では、逆転裁判パートのディレクターと、シナリオをやっております。よろしくお願いします。ちょっと前の話なんですけども、2010年の初頭にレピド5の日野社長からカプコンに、ご提案がありまして、プロジェクトがスタートしたんですけど、最初聞いた時は僕は出来上がったシナリオを監修するみたいな役割っていうお話で入ったんですけど、なんかその時にでもお話を作っていく上で日野さんから結構強くお言葉をいただいたのが、今回やっぱりその2つの作品がコラボレーションする時に、そのレイトン教授も逆転裁判もやっぱり それぞれが本物であってほしいということを強くおっしゃっていて、逆転裁判もだからオリジナルを書いた僕にぜひやっていただきたいみたいな話をいただいてですね、その時に結構心動かされたというかですね、ありがたいなって思って、なんかいつの間にか過去となってましたねうまいことやれちゃいました。レベル5に何回もお邪魔して、日野社長と、またスタッフの皆さんとお話をして、かなりそのみんなでいろんなアイデアを出して作っていくスタイルだったんですよね、最初が。その段階で僕もだから毎回、日野さんに宿題なんかいただいちゃったりして、次回またそれ持ってってみたいにやってたんですけど、それ個人的にはなかなか日野さんの、OK をもらうのが、大変でですね、という意味ではまあ一歩一歩ぶつかりながらっていう作ったっていう印象はありますね。例えばその逆転裁判って、僕が、担当した演出面とかでいうと、勢いとか流れとかそういうのを重視して結構細かく作り込んでるんですけども、レイトン教授は静かなちょっと絵本みたいな世界で物語が静かに展開していくというか、そういうイメージがあるので、そこでもちょっと匠さん効果音入れすぎじゃないですかとか、なんかいろいろ言われてみたりとか、いやそこはみたいな殴り合いな感じでやってましたね。逆転裁判ともう全然違う世界ってどこだろうと思った時に、キーワードが最初に結構すぐに魔女裁判っていうのが出てきて、いっそそこで魔法が本当にあるような世界で、なるほど君が戸惑う姿とか、そこでレイトン教授が出てきたらなんかすごい面白いことが起こりそうだなって、なんかその一言から結構僕の中でそのイメージが広がっていって、ぜひこれを実現したいと思ったのは、結構強い動機になってこのゲームで反映されてると思います。本当久しぶりにそのなるほど君と迷いちゃんが僕も書いてみたんですけど、やっぱりあの二人がそもそも中世の異世界に行ってしまう時点でもう最初から最後まで書いてても楽しくなってしまうような二人なので、ファンの方は特にもうクスクスしっぱなしなんじゃないかなと。あとはそうですね、うちの綾里迷いがですね、レイトン教授様にですね、かなり不遠慮に切りかかってますんで、その辺のレイトン教授との、火花のうちやり取りとかですね、ファンの皆さんが期待するようなシーンっていうのが本当に満載だと思いますので、僕もそれを書きたかったので、かなり面白いやり取り本当自分で言って恥ずかしいですけど、いろいろと楽しめるんじゃないかなと思います。僕の中になんかレイトン教授とあって、なるほど君との会話とかもかなりなんか自然に浮かんできて、楽しく書けましたね。なので後でそれを日野さんとかにどうでしょうって見てもらう時に結構緊張したりしましたけども、日野さんは日野さんで、レイトンは格あるべしっていうのがあって、何でしょう、日野さん結構レイトンさんをヒーローであったりとかかっこいい存在だと捉えてるんですけど、僕はいじればいじるほど楽しい人と捉えてるので、そこでのやっぱりせめぎ合いというか、そこはかなりスリリングな感じがゲームにも表れてるかなと。今回舞台が魔女裁判、しかも中世ということで、今までなるほど君が使ってきたその科学操作であったりとかが通用しない世界で、しかもその魔女が魔法を使う世界ということで、魔法のルールというのをいかにその新しいロジックとして組み込んで構築して、新しい弁護で大逆転するっていうあたりのドラマ性というか、ドラマチックな逆転っていうのを、すごい追求したつもりです。そこでまた群衆尋問というのがあるんですけども、今まで1対1で尋問してたのは、今回4人とか5人とかで、わしも見たわしも見たみたいな、そういう
かなり逆転裁判って個性の強い証人が出てくるんですけども、それが4人いっぺんにかかってくるので、もうそれは大変なことになるんじゃないかとか、そういう、あ、なんでしょうね、やっぱり今までやってなかったことをやるっていうのが、その僕の中では、挑戦でしたね。そうですね、やっぱり僕たちも、まあ、VS というタイトルもそうですけども、やっぱりナルホド君とレイトン教授が真っ向から向き合って戦うというか対峙するっていう、シーンはやっぱり真っ先にこれは外せないよねっていう予想として、最初から考えていましたね。なので法廷でも2人はもう真っ向から対決するシーンは当然あるんですけども、でもその他にもその謎解きであったりとか街の中の謎を追うシーンだったりとかでも、2人がいろんな形でその時にはその対決したりとか時にはその協力したりとか、いろんな形の VS っていうのが楽しめると思うので、その2人の VS っぷりはなかなかの見どころかなと思います。今回レベル5さんと共同開発という形で本当に一緒に作るっていう経験というのは初めてのことだったんですけども、もう考え方、ゲームの作り方とか考え方とかも価値観も本当に、やっぱり文化が違う会社っていう方と仕事をするっていうのは、何でしょうね、今まで自分たちがやってきたことというかの考え方を客観的に見直すことにもなりましたし、なんかすごい硬い話ですけども、かなりやっぱり勉強にはなったなってすごく思いますね。めちゃめちゃありましたよこう、まあ、特に末期とかになってくれば煮詰まってくるじゃないですか。制作末期の僕の書いたメールとかを公表したいですけどね。本当に本音と本音のぶつかり合いっていうのも出てきたりとかはしますけど、やっぱりでも本音が言える関係でないと、やっぱ深いところにたどり着けませんから、やっぱちょっと時間かかったかもしれないですけども、そういうところで、深いところまでやり合って作ったものになったんじゃないかなと思います。僕の中のレイトン教授シリーズのイメージっていうのは、ヨーロッパ風な、絵本っぽい世界でレイトン教授が、大冒険するっていうイメージなんですけども、今回そこに逆転裁判のナルホド君、ナルホド龍一と綾里迷いがお邪魔することになりました。そうですね、その2つのシリーズが融合することによって、何でしょう、豪華な、なんか幕の内弁当みたいな、すごい、なんて言うんでしょうね、お祭りのようなというかですね、そういうなんていうか、かなり、スケールの大きな冒険が楽しめるように仕上がったと思います。ぜひ遊んでみてください。よろしくお願いします。